辛いわし上目は、甲骨魚類の分類群の一つ。レプトケファルスと呼ばれる、独特な養成期を経て成長することが、特徴の一群である。原生の魚類としては辛いわし目、外いわし目、うなぎ目及び風船うなぎ目の4目が含まれ、計24か156属、およそ856種が記載される。他に絶滅したグループとして、 クロスグナサイフォームズ木がところ属する。アナゴ類のレプトケファルス妖精。妖精の体長は種類によって様々で、数センチメートル程度のものから2メートルに達する、場合もある。カラはワシ状目木は、シンホネ類にところ属する甲骨魚類の中では、アロアナウアメに次いで早期に出現した一群と考えられている。原生の4木に加え、化石種のみが知られる。 クロスグナサイフォームズメの敬語目が元紙メにまとめられる。かつて独立のメとして扱われていたソコギスメは現在では外イワシメに含められている。所属する原生種はほとんどが海水魚で炭水産種は6種のみ。元紙メの死魚はレプトケファルス妖精と呼ばれ、左右に平たく側平たした透明な体を持つ。一般的に生魚とは全く異なる外見を持ち、 体調の大幅な縮小を伴う変態を経て稚漁期に移行する。骨格上の共通点としては、エラ上骨は大抵15個以上であること、腹長頸骨に葉を持つことなどがある。唐は周辺より遅れて出現したニシン上目、骨表上目の仲間に見られるような、浮袋と内耳を連絡する構造は存在しない。原生の唐は市上目は、唐はし目、外岩し目、うなぎ目、 および風船うなぎ目の4目で構成され、合計24か156属、およそ856種がところ属する。元紙目の分類は、それぞれのレプトケファルス陽性の特徴に大きく依存しているが、内部の類縁関係が、それのみによって規定できるのか、そもそもレプトケファルスの存在が、真に単形等群を構成するのかという点については、今なお議論がある。 一家に示す分類群以外に、系統的位置づけが不明な絶滅群として、アニサリアニデイカの存在が知られている。イセゴイメガラップスサイプロノワズ。本目の歯型死魚は5センチメートル程度と小さく、尾ひれは二股に分かれる、トカゲギス科の一種ハリソリデイ SP。ソコギスア目のレプトケファルス妖精は、非常に大きく、2メートルに達する例もある。 うなぎ目の化石種パーアングウイラタイグリーナ。最古のうなぎ類は、白亜紀後期の地層から見つかっている袋うなぎ、ユリハリンクスペレカノイです。対抗の高い資源を持つことが特徴。本目はうなぎ目に含められる場合もある、パキライザアンティデイカの化石種。本家は、死神予までに絶滅したグループで、六族が含まれる。ありがとうございます。